皆さんは、来年度の小田急電鉄のダイヤ改正のニュースリリースをもうご覧になられましたでしょうか。私は先ほど拝見いたしました。そして衝撃を受けています。去年や一昨年とは比べ物にならない変化を遂げようとしているようです。この動画を作成している最中もひどく動揺しているわけですが、ひとまず概要を皆さんに紹介していこうと思います。新型コロナウイルス感染症は収束傾向にあり、都内の1日の感染者数も、ここ数ヶ月は多くても30人程度に抑えている状態であるものの、感染力の強い可能性があるオミクロン株の流行など、依然として油断できません。都心への通勤需要と、箱根や江ノ島方面への観光需要を担う小田急電鉄は、全駅の改札通過数の平均が、2019年に比べて 25% から 30% ほど減少しており、厳しい経営状況が続いています。そんな中行われるダイヤ改正ということで、衝撃的、というのはいい意味なのか悪い意味なのか、おおよそ察しはつくかと思います。とはいえ、悪いニュースばかりではありません。中には嬉しいニュースもあります。まずは、嬉しいお知らせから紹介していきたいと思います。一つ目は、平日朝ラッシュ時間帯のモーニングウェイ号の増発。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、密を回避できる特急ロマンスカーの通勤需要が高まっているようで、平日の朝に新宿行きモーニングウェイ号が3本増発されます。具体的に解説していきます。これは現在のモーニングウェイ号の時刻表です。新宿着の時刻ごとに区切っています。なお、千代田線直通のメトロモーニングウェイ号に関しては特に変更はないようなので、ここでは省略しています。まず、6時台ですが、こちらは改正後も特に変更はありません。7時台には、小田原始発新宿7時59分着の1本が増発されます。小田原の発時刻は現時点では不明ですが、2022年2月中旬頃に、公式ホームページにて、改正後のロマンスカー時刻表が公表される予定なので、そちらをご参照ください。次に8時台です。8時台には増発はありませんが、既存の2本の順序が入れ替わり、加えて時刻変更が行われます。改正後の発駅と時刻はこの通りになります。最後に9時台です。9時台には新たに2本が増発されます。秦野発新宿9時ちょうど着と、藤沢発新宿9時10分着です。また、既存のモーニングウェイ60号は、片瀬の島始発から本厚木始発に変更となります。ということで、平日朝のモーニングウェイ号の改正後の時刻は以上となります。また、現在は新宿を18時以降に発車する特急ロマンスカーに、ホームウェイの愛称が付けられていますが、帰宅時間帯の早期化に合わせて、新宿を17時台に発車するロマンスカーに対しても、ホームウェイの愛称が与えられ、ホームウェイの全列車が海老名駅に停車するようになります。現在のダイヤでは、海老名駅に停車するホームウェイは、平日は18本中4本、と休日は17本中6本のみなので、停車本数が大幅に増加することになります。そして、平日の一部時間帯のみ急行が通過する共同駅ですが、改正後は全ての急行が停車するようになります。共同駅に急行が停車するようになったのは2004年のことで、当初は土休日は全列車が停車するものの、平日は10時から17時半の間のみ停車でしたが、ダイヤ改正を重ねるごとに停車する列車が増えていきます。2018年のダイヤ改正では、通過するのは18時以降の下り列車のみとなり、2019年には22時以降の列車も停車。翌年の2020年にはさらに21時以降の列車も停車。そして最終的に、2022年度の改正で全列車が停車するということになります。他にも、平日朝の本厚木始発の各駅停車のうち1本を秦野始発に、通勤準急1本を伊勢原始発に変更し、運転区間を拡大。伊勢原、秦野に停車するロマンスカーの本数の増加、メトロホームウェイ号全列車の成城学園前停車化などがあります。さて、いいお知らせはこの辺で終了となります。これから先は、一部または全ての利用客にとって不便になってしまうような内容、あるいは悲しいお知らせとなります。まず最初に、平日朝に運行される小田原、
新松田発の急行相模大野行きの減便です。現在、小田原発が5本、新松田発が2本の計7本あり、これらの多くは6両編成で運転されていて、小田原発のうち4本は新松田まで各駅停車として運転されています。しかし、ダイヤ改正により7本あるうち5本が減便され、2本のみ残る形となります。どの列車が減便され、どの列車が残るかは、2022年3月上旬に公表される予定の、新ダイヤの詳細な時刻表をご確認ください。次に、平日日中及び土休日の減便、または種別変更についてです。現在、この時間帯には新宿と新松田間の急行が1時間に3本運転されていますが、ダイヤ改正で全て運転を取りやめます。その代わり、町田と小田原間で6両編成による急行を運転します。おそらく、町田か相模大野で江ノ島線直通の快速急行と接続をすると予想しています。なお、この急行は新松田伊勢では各駅停車になるようです。町田発着で6両編成、かつ新松田伊勢は各駅停車という、かつての赤丸急行を想起させるこの列車は、鉄道愛好の観点では大変興味深いですが、10両編成から6両編成に減車される上に、新宿と町田間では1時間あたり3本減便という形になるので、利便性の低下は否めません。ただし、ニュースリリースを見てみると、土休日の一部時間帯では、新宿と町田間に1時間あたり3本が、増発されるという記述があります。おそらく、この時間帯に限り新宿と小田原を直通する急行が運転されるものと思われます。また、多摩線直通の急行は、2020年のダイヤ改正で、土休日の13時から15時と、平日深夜の列車が多摩線内は各駅停車となりましたが、2022年の改正で、平日と土休日ともに11時から16時頃までの列車も、多摩線内で各駅停車に種別を変更するようになります。さつき台、黒川、春日野と新宿方面の利便性は向上するものの、代わりに各駅停車が1時間あたり3本減便され、約10分間隔での運転となります。次に、千代田線直通列車についてです。現在のダイヤでは、日中の千代田線直通列車として、向こうが丘遊園発着の準急が、1時間あたり3本運転されていますが、ダイヤ改正により全列車が急行として運転されるようになります。準急のみ停車する狛江、祖師ヶ谷大倉、千歳船橋から千代田線方面へ行く場合、乗り換えを要することになります。反対に、現行ダイヤでは夕方以降は千代田線からの急行伊勢原行きが毎時2本運転されていますが、ダイヤ改正で準急に統一されます。次にロマンスカーの運転本数についてです。改正前と改正後で比べると、箱根湯本までを結ぶ箱根号が、大幅に減便されているのがわかります。反対に、小田原線内で完結する相模号は増便されているように見えますが、箱根号の運転区間を短縮した結果であると言い換えることもできます。次に、江ノ島線の運行形態の変更についてです。現在の江ノ島線は、基本的に相模大野から片瀬の島までを直通する各駅停車、それに加えて新宿発着の快速急行が、平日は藤沢まで、土休日は多くが片瀬の島まで直通していますが、これが改正後は、藤沢で完全に系統分離することになります。つまり、すべての各駅停車と快速急行が藤沢止まりとなり、藤沢と片瀬の島駅間の線内折り返しの各駅停車が走るようになるので、相模大野方面から片瀬の島へ向かう場合は、必ず藤沢で乗り換えをしなければならないことになります。ただし、特急ロマンスカーについては、改正後も引き続き片瀬の島まで直通します。藤沢駅はスイッチバックの構造になっていて、片瀬の島まで直通する場合、折り返しに手間がかかることや、平面交差するため他の線路を飛翔してしまうことから、この駅で系統を完全に分離した方が、遅延の防止や、車両の運用効率の面では都合が良いのでしょうが、まさか各駅停車までも藤沢で分離されることになるとは、予想外でした。そして最後に、悲しいお知らせです。なんと、小田急5万型 VSE の引退が発表されました。具体的に説明すると、2022年3月11日をもって定期運行を終了。以後しばらくはイベントや臨時列車などとして運行されるものの、2023年の秋には完全に引退するということです。VSE は、
2005年に運用を開始した比較的新しい車両で、現在に至るまで、ロマンスカーの象徴として活躍していました。LSE 引退後は唯一の連接台車構造となっていることから、他の形式よりも整備と維持に手間がかかること、そしてホームドアと車両のドア位置が合わないことなどから、鉄道界隈では前々から早期廃車されるのではないかと警戒されていましたが、ついに現実となってしまいました。小田急ロマンスカーの顔として、多くの人に親しまれている VSE。ロマンスカーといえば真っ先にこの車両を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。私もその一人であり、それゆえに大きなショックを受けております。定期運行終了まであと3ヶ月。引退まで2年、残り少ない活躍の姿を見守っていきたいと思います。動画は以上となります。今回紹介した内容は、公式ニュースリリースで発表された、2022年ダイヤ改正による主な変更点の中から、さらにピックアップしたものになります。より詳しく知りたい方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。また、新ダイヤの特急ロマンスカー時刻表は2022年2月中旬頃に、各駅の時刻表は2022年3月上旬頃に、小田急電鉄のホームページにて公表されるということです。それでは、ご視聴ありがとうございました。